大学附属高等学校は、石川県金沢市平和町一丁目にある国立高等学校。正式名称は、金沢大学人間社会学域学校、教育学類附属高等学校である。北信越地方で唯一の国立高等学校である。1947年5月24日、金沢高等師範学校に附属中学校が、付設される。これは、 終戦間際の1945年1月に発足した特別科学学級を引き継いでいる。1948年4月1日、金沢高等師範学校に新生の付属高等学校が付設される。1952年4月1日、金沢大学教育学部付属高等学校と校名が変更される。戦後、1949年5月31日に、 金沢市所在の旧正小学校を包括した新生大学金沢大学が発足する。金沢大学は戦前からの系譜を持つ総合大学であり、金沢市の人口に見合わない難関大学となる。そのため、金沢大付属には金沢県の受験上位層が集中し、北陸のみならず全国的にも屈指の進学校の一つとなる。金沢の人口が減ったため、 大学合格実績はかつてよりは少し下がったが、東大、京大、国立医学部の学年に対する合格率は現在でも40から50%となっている。北信越地方では唯一の国立高等学校である。学区は基本的には石川県内全域となっている。能登地方などの遠方から学校近くにある下宿へ、引っ越し、そこから通学する生徒に加え、 北陸本線の特急列車を利用して毎朝通学する生徒もいる。少数ではあるが、富山県、福井県などから越境通学する生徒もいるが、その他の地方からの場合は、石川県内に保護者と同居する場合に限り出願が認められる。金沢大学附属中学校との中高一貫、教育は採用していない。附属中学校からの進学は、 定員80名である。2014年度から2018年度までスーパーグローバルハイスクールに指定されている。2019年度から2021年度まで WWL コンソーシアム構築支援事業に指定されている。金沢市内中心部から離れた関西な住宅地の中に立地している。向かい側には陸上自衛隊金沢駐屯地がある。 金沢大学の総合運動施設の跡地へ1995年に広坂キャンパスから教育学部付属の幼稚園、小学校、中学校が移転した。以前は金沢大学教育学部付属高等学校だったが2008年4月に金沢大学が学部を再編し3学域16学類に改組、教育学部が人間社会学域、 学校教育学類に改祖されたため、教育学部にあたる部分がそのまま差し替えられて、名称が変更された。当初は学校としても簡潔な金沢大学附属高等学校への改名を希望していたが、文部科学省からの許可が降りずに断念した。したがって、正式名称は金沢大学人間社会学行き学校、教育学類附属高等学校であり、 日本一名前が長い高等学校である。石川県内では近代付属、または付属と略称されることが多い。改修工事前の校舎2007年3月には校舎と体育館の改修工事が完了し、施設全体が更新された。全教室が冷暖房完備である。体育館と武道場、グラウンド、テニスコートがそれぞれ一つずつ設置されている。また、 プールは老朽化により2000年3月に解体され、跡地には工術の創立60周年記念会館、有友館が建っている。屋上にはソーラーパネルが取り付けられており、発電した電力量を生徒用玄関の表示板で確認することができる。作詞、室尾再生作曲、下唄寛一冬服は男子が学ラン、女子がセーラー服。下記は生徒による、 学校側への働きかけにより、1994年から私服登校が可能となっている。教育目標を地球サイズの教育、校風を自主自立としている。全日制普通科のみ設置されている。現在の定員は1学年約120名となっている。教員も常勤のものは20人教と非常に小規模な学校である。 金沢大学人間社会学域学校、教育学類の付属学校であるため、高校教育の理論的、実証的研究、教育実習などを行う。多くの教科では、教員が自ら作成したプリントを用いて、発展的な内容の授業が実施されている。健全なる体を養い、純真メロを胸として、共同友愛の学校生活を送る。 真理に対し強い情熱を抱くとともに、あくまで謙虚に努力精進する。独立自治の精神をもとに、個人としての人間感性に努めるとともに、社会人としての品性を投与する。各学年ごとにクラス替えがあるものの、担任団として、教員3名が3年間同じ年度生の担任を担当する。2年生から、文系、理系で授業が分かれる。 入試には、所属中学校長の推薦と、学力検査がある。学校長の推薦の内訳は、付属中30名と県内の他の中学校25名となっている。学力検査は、5教科で、付属中25名、県内の他の中学校20名、5教科英語・英語以外の最高点で10名を、それぞれ選抜する。学力検査の試験日は2月の第2土曜日。 日曜日の2日間に設定されている。県内公立、私立高校の試験費等と重なることはなく、閉願が可能である。ただし予備入学と言われる、事前説明が、石川県立高校の入試日と、ほぼ同1日に実施される。地元の金沢大学へ進学する者の,のうち半数は、医学部医学科に進学する。また、関東地方の大学へと進学する者も,も、比較的、 多く、2015年度の場合、東京大学が11名、慶応義塾大学が14名、早稲田大学が17名であった。2010年5月8日開館。鉄筋コンクリート構造の2階建てで、延べ床面積は約300平方メートル。1階には多目的会議室や運動部用の部室など、2階には部室が設置されている。武道場の後ろ側にある、 プール跡地に建設された。2007年5月で創立60周年を迎えたことから、同窓会が記念事業として、運動部用の部室と同窓会事務局、資料室を兼ねた創立60周年記念会館の建設を決めた。名称は後にありとも館となった。同窓会金沢本部が建設資金を全て募金によって賄うことを決定し、 募金総額6000万円を目指して募金を募った。当初は2008年6月の竣工を目指していたが、募金が思うように集まらず計画が引き延ばされた。しかし、高校の PTA 組織である育王取会からの寄付を受け、蒸気施設計画を縮小し2009年度に着工した。同窓会から学校側へ施設を寄付するという形式をとっている。 1985年のクラブハウス消失以来、きちんとした物質がなかった運動核部の物質が復活したことになる。2010年9月に尖閣諸島中国漁船衝突事件が起きた際に反日的な動きがあり、中国最大規模のハッカー組織、中国、紅客連盟が日本政府機関などのウェブサイトを攻撃する計画を立てていた。 内閣官房からの通達を受け13日文部科学省が調べたところ、金沢大学が管理する付属高校教員用ウェブサイトが改変されているのを発見した。金沢大学が確認したところ、不正に改変するという意味の英語、ハックや中国語ページが挿入されていた。14日にページを修復するまでの5日間に、中国から約1400回のアクセスがあった。 尖閣問題に反発しての改変だと見られるが、中国、紅客連盟が改変したのかは不明で、なぜ同高校だったのかも不明である。ありがとうございます。